大分3区に立候補したのは、届け出順に立憲民主党新人の小林香子候補、自民党前職の岩谷剛志候補、共産党新人の大塚光義候補、以上の3人です。真っ当な政治に変えていく最大のチャンスなんです。ここで私たちが変えなければ、私たちの子どもたちの世代、私たちの将来が危うい。立憲民主党から立候補した新人の小林香子候補は、エチオピア生まれ香港育ちの元由布市議です。社会にあるさまざまな格差の是正などを訴えています。大分3区は長年岩谷候補と議席を争ってきた横光克彦氏が前回の選挙で引退し、立憲民主党県連の候補者選びが難航する中、小林候補に白羽の矢が立ちました。出馬表明した去年6月以降は横光氏の後継者としてアピールしてきました。本当に今の自民党の政治ちょっとおかしいなって思うこといっぱいあるので、それを私たち女性の声とあと生活者の声で変えていきたいと思っています。政治の信頼回復と日本の創生、これがテーマ。自民党前職の岩谷剛志候補は石破内閣で外務大臣として入閣しました。入閣後は公務などのため選挙期間中も地元入りできる日数は限られています。こうした中、妻里子さんや自民党の県議など地元関係者が一丸となって10回目の当選を目指す岩谷候補の選挙戦を支えます。今回の衆議院選挙は自民党を立て直していくための選挙、そして日本を創生させていくための選挙です。外交の力で分断と対立に向かう世界を協調と友和へと引き戻す役割を果たしていきたいと決意しています。自民党に政治改革を期待することはできません。過去2回与野党一騎打ちだった戦いに割って入ったのが共産党新人の大塚光義候補です。旧波佐間町の元町議で、大分3区は3回目の挑戦となります。2015年に成立した安保法制をめぐり、立憲民主党が廃止しない姿勢を示したことに反発。今回野党共闘を選択せず、2014年の衆院選以来となる出馬となりました。選挙戦では自民党の裏金問題を厳しく批判しています。働く皆さんの賃金を大幅に引き上げること、また年金、医療、介護など社会保障を充実をさせてまいります。代表殿で観光地の別府市や自動車産業が盛んな中津市などが対象の大分3区、外務大臣として注目を集め10回目の当選を目指す岩谷候補の牙城に、3区初の女性議員を目指す小林候補と比例票の掘り起こしも狙う大塚候補が挑む構図となっています。